ねえ。3人とも今日は来てくれてありがとう。あら、そうだね。喜んでもらえて嬉しいな。今日はいっぱい遊ぼうね。アクションはねえ、お客さんたちはみんなアトラクションとかマスコットキャラクターに夢中だから、それで気づかないんだと思う。特にフェニー君っていうマスコットは人気が高くて、あれはフェニー君。似てるけど、あの子はフェニックスなんだよ。まだひな鳥だから丸くて小さいの。うん、実はあのペンギンみたいな見た目が可愛くて。中にはフェニペンくんって呼ぶ人もいるんだよね。あれ、みのりもフェニーくんに詳しいんだね。実はね、同じクラスの友達がこの遊園地のことがすごく好きで、いろいろ教えてくれるんだ。あ、それもしかして日の森さん？うん、しぼちゃんもフェニー君が好きだけど、もう一人仲良しの子がいて。もしかして大鳥さんが言ってた魔法の言葉かも。魔法の言葉？うん、それを言うとフェニー君が可愛い仕草をしてくれるの。確かにそうかも。じゃあ、アイドル。はるかちゃん、どうかしたの？フェニー君のファンさ、私たちにとっても勉強になるかもって思って。私、フェニー君に飛んでってお願いしてくる。あ、私も勉強させてもらいます。
とうね。それじゃあ今日の練習はおしまいね。しずく、お疲れ様。ルカも付き合ってくれてありがとう。もちろん。え？ね。ええ、買い物とかピクニックとかで練習できなかった分を取り戻さないとって思って。あら？キャンプや登山とか、そういう時に使う紐の結び方のことよ。あら。試しに結んでみましょうか。いいわね。うん、私もいいわよ。可愛く結んでね、しずく。よし。リボンの端を中に通して、輪っかをひねって、また通して、柔らかく編んでいくの。この三つ編みの長さと高さを揃えないと見栄えが悪くなってしまうのよね。ほら。そうね、リン、悪いんだけど、スマホで写真撮ってくれない？うん。ありがとう、リン。わ、本当に可愛い。いいわね。せっかくの動きやすい衣装だし、リボンとか心配せずに思いっきりダンスを楽しみたいもの。ありがとう。
いくらなんでもそんなわけないわよね。困ったわね。騙されないわよ。実はそれも冗談なんでしょ。あ、冗談だったのね。私もびっくりしたわ。いや、あんたは気づきなさいよ。